QK31 ストレラ -1 は、ソビエト連邦が開発した、車載式の、近距離防空ミサイルシステム。使用するミサイル弾、対 QM31 は、有名な携帯式防空ミサイルシステムである QK32 ストレラ -2 のミサイル弾、対 QM32 の姉妹機種にあたるものであり、その4連装発射機及び各種装置を、 BRDM-2 偵察戦闘車に搭載した構成となっている。NATO コードネームは SA-9 ガスキン。なお、ストレラはロシア語で、ヤという意味、ガスキンは英語で、スネという意味である。QK31 の開発は1960年7月25日より開始されたが、その開発工程は、姉妹機種である QK32 と、 並行して進められることとなった。開発は第16設計局によって主導された。当初はいずれもが平行式のシステムとされるはずだったが、QK32 が非常にコンパクトに完成できる見込みとなったことから、計画は変更されることとなった。新しい計画では、QK32 は代替改定の主たる自衛防空システムとして、q k 十一は、 連帯改定で既存の10-23から4自走式対空砲を保管するものとして並行して配備されることとされた。この方針転換により q k 3 1に課せられていた開発上の制約の多くが大幅に緩和されたことからシステムは大型化大重量化することとなった。大やけみを成功裏に終了した後9 k 十一ストレラ一システムは 1968年4月25日に実戦配備を宣言された。また、1970年12月には改良型のストレラ -1M システムが配備されている。QK31 システムは QM31 ミサイルと QA31 自走発射機によって構成されている。また、システムにはしばしば QS16 フラットボックス。 低空警戒レーダーが連接されるが、こちらも QA31 と同様に BRDM-2 をベースとしている。QM31 は、姉妹機である QM32 や、アメリカの同世代機である FIM-43、レッドアイと同様、冷却装置を持たない流金まり、省電素子による赤外線ホーミング方式を採用している。しかし、QM31 においては、 単純に赤外線の放射源を追尾するのではなく、自然環境において、空に存在する赤外線の背景放射を利用して、この背景放射の空白部分を追尾するという、極めて変則的な手法が採用された。この手法は、光学コントラスト効果ホーミングと呼ばれており、QM31 に対して、この世代の赤外線、誘導型地対空ミサイルとしては、唯一の、 全方位光線能力を実現する一方で、信頼性の低下を招くことにもなった。2 6キログラムの高性能作薬による破片効果弾頭を搭載し、新艦は RF 近接新艦である。推進方式は標準的な単弾式個体ロケットモーターであり、最大射程は6 5 0 0ル最大射高は3 5 0 0ルである。なお、 改良型のストレラ -1M システムでは QM31M ミサイルが採用されているが、こちらは最大射程8000メートル、最大射高6100メートルに延伸されている。QA31 自走発射機は、基本的に BRDM-2 偵察戦闘車に QM31 ミサイルの4連装発射機を搭載した設計となっている。BRDM-2 は、 自動車か狙撃兵連隊や戦車連隊の連隊本部で使用されていたことから、相互運用性を確保しておくことは有用であった。クロアチア軍の保有車両 9K31 は、ソ連本国においては自動車か狙撃兵連隊や戦車連隊の最有力の防空手段として配備された。また、9K32 ストレラマイナスによりも本格的だが、9K33 をさ、 短距離防空ミサイルよりも手軽な防空システムとして幅広く輸出された。現在のロシアにおいては、QK35 ストレラ -10 によって更新されている。ありがとうございます。